マカイ君、ここは危険だ。戦争の方に。何？君の推察通りだ。ライムは強大な力を秘めているが、決して無敵ではない。ライムは術者と一心同体の存在。ライムが傷つけば彼女たちも傷つく。逆に彼女たちが傷つけば、ライムは戦闘能力を喪失するわけだ。したがってこの間の軍人の役目は、第一に生身の彼女たちを守ることにある。仕方のないことだ。ライムは自分の目の届く範囲でしか操ることはできない。正直苦戦は免れる。敵は空から来ておる。空中からの攻撃は海上に鎮座する天の原にとっては明らかに不利。天の原はまだ完全な状態ではない。太陽を背にした。落ち着け。一体一体確実に仕留めていくんだ。伊達少佐、左舷より新たな敵が。戻してどうなるというのだ。敵のライムと戦えるのは彼女たちだけだ。彼女たちが退いた瞬間、天の原は落ちる。一つやってもらいたいことがある。君のその心があれば、あるいは。捕捉できませんわ。
こすの。そうなの。早くクキ様に口づけするの。じゃないと起きないの。このままじゃ天の原が死んじゃうの。みんなも死んじゃうの。わらわ抱いてたもれ。お、クキ様が目覚めようとしている。これなら戦艦天の原発進せよ。その時が来たか。みんな、もう少しの辛抱だ。はい。礼を言うぞ、慎太郎。お主の娘たちを思う心、強き愛がわらわを目覚めさせたのじゃ。慎太郎、すごいの。慎太郎みたいな人待ってたの。待ってたな。わらわはクキと申す。この者たちはわらわの式神。孔子なの。
目を覚ますのは何十年ぶりかの。クッキー様、天の原が大変なの。クッキー様、天の原を目覚めさせるな。慎太郎、お主も力を貸してくりゃれ。わらわにもっと愛を注ぐのじゃ。お主のやり方でな。わかるじゃろう、何をするか。じれったいの。こうしている間にも教え子たちは苦戦を強いられておるぞ。さあ、はよ。もうよい。今はこれで許す。公子、王子、曹子。力を貸すのじゃ。これまで休んでいた分、きっちり働いてもらうぞ。や、休んでないの。ちゃんとクキ様をお守りしてたの。お守りしてたの。グダグダ言うでない。はよ力を貸さぬとお仕置きじゃぞ。お仕置きは嫌なの。慎太郎、お主は娘たちを助けたいと念じるのじゃ。強く強くな。お主が初めて娘たちと共に戦った時のように。慎太郎、さらに来るぞ。あ、ダメ。弱音を吐くな。そうですわよ、まだまだ頑張るんです。頑張って私たちの天の原を守るんです。
やってくれたな、うまかいくん。天の原は今空に昇った。お主の助けがあってこそじゃ。紅たちも頑張ったの。頑張ったな。さあ行け、慎太郎。決まっておる、娘たちのところに皆を励ましてやるがよいぞ。お主のその心、必ずや娘たちの力となる。そのうちまた相手をしてもらおうぞ。今日の分も含めて。こっちも空に来たからには負けるもんか。よし、ライブ隊、体勢を立て直すぞ。馬貝君、補助を頼む。